はですね、この飯坂温泉に行く飯坂線の1日乗車券と、あとホテルジュラクっていう、まあ、飯坂温泉のホテルのバイキングと入湯券がついた花桃フリー切符っていうのを買いました。これ3300円なんですけど、このホテルジュラクのランチバイキングが3200円なんですよ。なんでまあプラス100円で、まあ、飯坂線のフリー切符がついてくるみたいな、本当すごい切符なんでね、皆さんもぜひ使ってみてください。どこだって？ホテルジュラクです。俺トラクだぞ。背もトラックに、ね、似てますよね、ちょっと、ね、兄弟みたい、兄弟みたいですね、兄弟みたいだって兄弟、ね、どっちが兄貴ですか？んこっちやっぱトラクさんなんか末っ子タイプですもん。やっぱりちゃんとしてんだこれ後ろもついてんの？うん、あ、カープ、カープじゃない、こい、おお、登りじゃないんだ、登りじゃないんだ、登りじゃない、ね、おしゃれな刺繍ですよね、うんすごいすごいでしょ、面白い人ですよね、うん、筋肉あるの？ありますよ。筋肉じゃないでしょ。さて、さていいですよ、いるもの、え、さていいですよ、おいや脂肪ですよこの辺ですか？本当トラクさんが車あれば俺ら無料でトラクさんに乗せてもらって、うわ、はい、着きましたね。これがもう飯坂温泉を代表するホテルジュラックです。やってきましたマリリン・モンロー。ところでモンローさん、今回日本においでになった目的をどうぞ。ジュラックよ、遊びきれないホテルはジュラック。水上飯坂伊藤。トラクさん、なんかこのねホテルジュラック、トラックさんが経営してるとかって。お、経営してんだよ。いや、顔だけかい。なんかすごい豪華。うわ、イカスじゃねえの。イカス？イカスっつった。イカス？会のサプライズでバイ。いいですね、黒と青。黒。俺ピンク。ピンクなんですけど。なんか。よし。マッサージ狭いんだけどめっちゃ狭い。おお、やっぱ温泉といったらこのゲームコーナーですね。飯はどこじゃ。飯はあっちっすよ。日帰りなのになんかね、浴衣も貸してもらっちゃって。これはあれか、温泉娘ってやつですね。わあ、ええと、スイーツ、スイーツ、あと問題はこっちお前これで3000いくらかったぞしかもホロホロのお肉のテリテリの確認が、言い方がデブ、うめんだこれが。今浜鉄さんとトラクさんが肉が焼けたということで、早速お肉もらいに行ったんですけど、本当恥ずかしいんで、あの俺今1回目ね回って取ってきたやつ、今ようやく終わったんですけど、あなたたち。
マジ？え？チョコレートマフィンをワゴンサービスにてご提供いたします。いいじゃないですか、トラックさん。お客様の席へスタッフが参りますので、ご要望のお客様の量はアホでしょ、ほんと。ただいまより平日限定サイズサービスといたしまして、チョコレートマフィンを、別に文句言うわけじゃないですけど、トラックさんのね、お皿お下げしますからって言って、俺もお願いします、俺もお願いしますって言ったんですけど、なんかお前何言ったんだ、なんだお前、ほんとバケモン、いつまで食うてんの。さっきのバイキングね、すごく美味しかったですよね、うん、で隣のカップがね、俺らがバカみたいに騒いでバカみたいに食べるもんだから、まあほとんどトラックさんですけど、めちゃくちゃ隣のねカップル笑ってましたね。なんかね、うん、あのしんどい笑笑笑ってた。うるさ。うるせえ、うるせえ、うるせえ、うるせえ。ランクE。カメラには浜手さんは映ってないですけど、映ってないことをいいことに、これでおならしたの俺俺じゃねえよつって俺らは一体何をやってるんだ。湧いてもただ自然に帰るだけ。これが人間ができないんだ。人間は対抗できないもんでしょ、自然には逆らえない。あ、でもめっちゃあったかいよ。あったかいですよね、これもうずっとここに。あ、ちょっと、タクミ、タクミじゃない、浜鉄、ちょっと下がってくれ。ちょっと下がってくれ。いやー、めちゃめちゃ生きてる人が来た。俺ずっと列車を決して走らず歩いて追い詰める殺し屋役をやってた。席も探してたでした。あ、はい、席にいる人めっちゃ睨んでた。俺、公安にマークされそう。あんま言うなよ。1700